ウェブ2.0コンファレンスでの講演ジョナサン・シュワルツは、元産マイクロシステムズ社長兼 CEO。1983年から1年間、カーネギー・メロン大学に通学し、後に、ウェズリアン大学に転学して、経済学と数学を学ぶ。1987年に、ニューヨークのマッキンゼーカンパニーに就職。1989年に退職し、 メリーランド州チェビーチェイスに引っ越してネクスト向けソフトの開発会社ライトハウスデザイン社を共同設立。1990年代初期に同社はカリフォルニア州サンマテオに移転し、シュワルツは最終的に同社の信用にまで昇進した。1996年にライトハウスデザイン社はサンマイクロシステムズ社に買収され、シュワルツは1997年にジョブサフトの 製品マーケティングディレクターに就任。ソフトウェア担当執行副社長、コーポレート戦略及びプランニング担当上級、副社長など5部門の副社長を経て、2004年には社長兼 COO に昇進。2006年4月24日、スコット・マクネリに代わって、サンマイクロシステムズ社の3代目 CEO となった。2010年2月4日、 この日限りで3を退社することをツイッターにて発表した。2010年9月、ピクチャーオブヘルスという名の会社を設立し、CEO に就任した。ありがとうございます。